はい、それでは始めていきましょう。トラキチチャンネル、今日はマリオカートツアーやっていきたいと思います。さあ、現在スプリングツアーの後半戦が開幕と、いうことになりまして、今回は、その後半戦のリーグ対象となりますカップ戦の下見をしていきたいと思っておりますので、よかったら最後まで見ていってください。ということで、最初はランキングの結果が出揃いましたということで、スプリングツアー前半戦キノピコカップの結果発表の方から見ていきたいと思います。いきましょう。頼む。どうだ、来い。3位ということで、皆さん3位ということはね、動画で、3位になったから、皆さんそれは3位だろうと、キープできたんだねと思ってくださる方いるかもしれませんけども、これ実はね、紆余曲折があって、リーグ3位、そしてリーグ96に行くことができました。シルバーガーデン嬉しい。青の子の子はレベルマックスだった。金土館から来い。あ、なんか出る。新キャラか？新キャラだから飛ばせないのか？来い！おー。なんとも言えないけど、ガンマンワリオが新登場してくれた。いや、全然嬉しいよ。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ということで、ちょっと紆余曲折あったというのを、実は軽く動画に収めてるんで、こちらをご覧ください。どうぞ。はい、なんとか記録を更新することができました。動画自体は撮影してなかったんですけども、4700点ほどということで、アクション数182、コインボックスフィーバー、コインフィーバー、最後バナナフィーバーでフィニッシュ。バナナはほとんど引っかかってくれてないけどっていう感じですね。下見動画の時にもお話ししてると思いますけどもね、5位にちょっとなっちゃってたので、何位になるか、これで抜いたでしょう。オッケー、オッケー、3位までいったぞということでね、5位まで落ちていったんですけども、3位まで戻すことができた様子をご覧いただきました。はい、ご覧いただいたと思うんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。ということで、無事3位になったんですけども、いやね、残り15時間ぐらいの段階で動画を撮っていて、その時3位になったんですけども、まあ翌朝ですね、気づいたらですね、余裕で5位になっておりまして、5位だったかな、5位だったね、5位になってて、これはちょっと悔しいなということで、先ほども見ていただいた通り、こちら、はい、いいですね、キノピコカップ3位ということで、アテネポリス動画で出させていただいた、記録ですね、パリプロムナード B も、動画で出させていただいた得点、そしてアテネポリス 2X 今見ていただいた動画の内容になっております。実はですね、カルガーモ1を、レベル6から7に上げて、まあ、臨戦態勢で臨んでですね、まあ、バシッと決まったレースができて、このような点数 44,875 点、先ほども紹介させていただきましたがなりましたということで、安心した。いやー、ちょっと動画を撮ってるタイミングが違うからつながりが悪かったかもしれませんけども、いやー、3位になってよかったということで、今週も頑張っていきたいと思いますので、下見動画の方に行きましょう。はい、ではリーグ大賞のトッテンカップにやってきました。こちら下見していきましょう。ベルリンとアムステルダムとアテネを旅をするということで、ドイツ、オランダ、ギリシャ、行きましょう。1コース目、ベルリンシュトラーセ RX からいきたいと思います。さあ、このコースの環境から見ていきましょう。まずキャラですね。ラインナップ的にはどうでしょうか。あ、ここでちょうどお話できることもありますね。いいキャラ見ていきましょう。サンタミースーツ、いいでしょう。最近ね、見逃すことが増えてきたからね、キャラが増えて、わかんなくなってきてるんですよね。はい。パティシエミースーツのトリプルバナナも、いいと思います。で、今回、フォーレンタムロゼッタがかなり値引きされて、ピックアップされておりますので、ブーメランフラワーキャバ、キャラ。欲しいよっていう方はですね、105ルビーで買っていただいてもいいんじゃないかなというふうに思っております。まあ、あとおすすめのキャラとしては、僕が所持しているところだと、サテラビューマリオ、黄色ミースーツ、ポッチだっけ、ポッチ、はい、そしてナイトルイージというところですね。この辺はいいかなと思います。さあ、コインボックスキャラは唯一でしたね。はい、ウィンターラリーですね。でこれありがたいですよ。ガンガンウィンターラリー使っていきましょう。これはまあコインボックスキャラ持っちゃってたら一択ですよね。先ほど上位入賞報酬で手に入れたシルバーガーデンが最適点に来ているということで、これはめちゃめちゃ嬉しいですよね。もう特に所持していなかった方からすると、なんかやたらレベル1を持ってるんですけど、ガツンと強化できてるのがこちら、ファストファイヤー。
レベル6ポイント解放2段階、こちら使っていきたいと思います。グライダーでいきましょう。グライダーの最適性はウルトラレアのみと残念ながらなっております。強化できているものがことの、これバタープレッツェルだっけ、バタープレッツェル当たってる。レベル5ポイント解放2段階とレベル6にしているミントアイト&ベリーアイス、ミント&ベリーアイスのバナナ系でいこうか。バナナフィーバー来てほしいし、コインボックスの次にね。ということで、ベルリンシュトラッセ RX、 環境的にはまあまあだと思いますので下見していきましょう。はい、ベルリンシュトラッセ RX いきましょう。まあ、このコースも結構コンボつなぐの大変なイメージですけども、僕がイメージしてる通りのこのコースでしょうか。ベルリンシュトラッセもバージョンがめちゃめちゃあって、狙い通りバナナ来たな。よし、いけ。なんか全然あんまり見覚えのないタイプだけど、ひょっとして新コースですか。あん中行けないんだね、トンネルの中。危ない。あ、すごい、コンボめちゃめちゃつながりやすいっすね。楽だ。このコース地味に僕電車の中を通るのが好きなので、パイロン倒しながら電車の中通るですね。それがないのがちょっと寂しいですけども。しまった。あー、つながった。コンボつながったぞ。惜しい。いけ。なんか別に、うおほほー、特段解説することもないっすね。なんか楽しいですよ、いいコース、コンボもつながりやすいし。おお、3万点超え、いいね。走りはまだまだミスもあって、僕も、初めて見たんで甘いんですけども、これおそらく新登場コースですよね。また皆さん、コメント欄でご指摘お願いいたします。フルコンボね、甘い走りだったのにもかかわらずフルコンボできちゃったんで、しかも3万点超えということで、全然コインボックスキャラを持ってる右からすると走りやすいコースだったなという印象ですね。アクション数115、そんなにめちゃめちゃアクション爆発してるっていうほどのコースではないですけども、走りやすい印象ですね。はい、では2コース目のアムステルダムブルームに行きましょう。アムステルダムブルームといえば、なんか水道の中を通るというかね、川の中を通るというか、そういうイメージがあるコースですけども、さあこのコースの環境を見ていきましょう。最適性の中にレアのキャラが3つほど、おりますので、そちら強化していただいて使うのもいいかなというふうに思ってます。1コース目に続いてサンタミースーツが最適性ということなので、あ、これ強化してやったよっていう方はいいかもしれないですね。はい、フォーレンダもロゼッタも1コース目に続いて最適性ということで、今回強化しておくといいキャラの一つですね。はい、そして、シェフロゼッタ、ジャンボバナナ、ジャンボバナナキャラ好きなんですよ。そしてトッテンカップということで、トッテンも最適性来てるよというところですね。そしてこちらのボスパックも最適性来てます。ブーメランフラワーキャラです。コインボックスキャラは2つ、ボスパックンゴールドバージョンと、はい、ゴールドミースーツ。ゴールドミースーツ、ここのところ最適性が続いております。僕自身もポイント解放3段階までやっておりまして、今回4段階までいけちゃうよというところですが、まあ、ここで使う必要があるかないかを見極めながらやっていきますが、使うキャラはこのキャラでいきましょう。マシンいきましょう。マシンの最適性はウルトラレアのみと残念ながらなっております。さあ僕が使うのはこれだ、大根ロケットダッシュプレート系ということで、このコースダッシュプレート多いイメージがあるので、ありがたく使わせていただきたいと思います。まあでもジャンプアクション系の方がいいに決まってるけどね。グライダーの最適性もウルトラレアのみ。今日ちょっとね、口内炎ができててね、ちょっとやたら噛んでるよね。気になってないよっていう方はぜひ慰めてください。お前本当にカミカミなんだよっていう方もご指摘していただければと思いますが、ゴールドスタジアムレベル7ポイント解放2段階で持ってますので、今回はこちらを使っていきたいと思います。では、コインボックスキャラに特化した形の、カスタムが組めてる気がします。いきましょう。はい、アムステルダムブルームに行きましょう。これはさすがに新登場コースではなさそうですね。これ2回出さないといけないんだ。いけー、あー、コンボつなぐの難しそうやな、このコース。
あ、これ右の道と左の道どっちがいいかまだわからないですね。あ、なんだなんだ、今のはなんだ。もうこれで2周目か。当たった、素晴らしい。いやものすごく縁を走ってコイン1枚のみという、この縦3連をどれぐらいはっきりしっかり取れるかにかかってるかな、このコース。今度は左道に行きましょう。おっとっとっと、縦3連があるか、素晴らしい。 OK、 ラストアイテム、しっかり1位取りましたね。3万点いかないぐらいでした。このコースははっきりしてますね。新登場コースじゃないのはすぐ分かりましたね。これまでのベストというのがねありました。このコースは縦3連がめちゃめちゃいろんなところに並んでいるんで、1位をしっかり走行して縦3連っていうのはコインね、しっかり取っていくっていうのがアクション数を重ねるコツだし、本当にコインボックスキャラの爆発力に頼ることによってしか高得点は出ないかな。なので今回この得点カップにおいて結果を出したい方はこのコースで強化しなくてもいいかなっていう気がしますね。他の2コースの方が得点は出しやすいんじゃないかなと。はい、コインフィーバーが来たのにもかかわらずアクション数99で3万点いかないということですから、まあ見ていただいたらわかるかなというところですね。このコースは結構難しそうですね、環境整ってない方特に。はい、では3コース目のアテネポリス RX やっていきましょう。こちらは確実に新登場コースだと思いますので、しっかり見ていきたいと思います。さあ、さすがに最適性のキャラがまだまだ少ないというところですが、まあ使えるキャラは限られております。ジャンボバナナの、ツーリストキノピオ、ここで最適性来ておりますのでぜひご利用していただければと思います。そして、コックルイージ来てますね。いいですね。コックルイージって1コース目も最適性じゃなかった？ちょっと話飛んじゃってごめんね。コックルイージ、コックルイージ違うな。あ、パティシエ系が3つそれぞれ最適性なのか。パティシエミースーツ、シェフロゼッタ、コックルイージかということでちょっと勘違いしておりましたね。はい、ここ最適性来てます。そしてコインボックスキャラはゴールドブル。いやー、全部持っててよかった。ゴールドブルのポイント解放4段階目にすることもできるというところですね。コインボックスキャラ扱えてよかった。今週はね、前半戦の下見動画の時にも言いましたけど、全コースにおいてコインボックスキャラが最適性に来てるっていうね、コインボックス祭りだったんですよね。さあ、マシンなんですが、いろいろ最適性たくさん来てるんですけど、僕がバケダ抜きバギーしか持ってないんで、これを今回強化するためにね、チケットを貯めていたんですけども、まあ残念ながらね、カルガモ1にちょっと使っちゃったよっていうのがね、もったいない要素ですよね。さあ、グライダー行きましょう。グライダーの最適性、ウルトラレアのみとなっておりまして、じゃあ僕自身今回はこちらの8ビットブロックを、少し強化してレベル6ぐらいにしてね、頑張って最終的には走ろうかなというふうに思っております。ということで今のところはマシングライダー弱いですけども、下見にレベルは関係ないんで見ていきましょう。はい、アテネポリス RX 下見していきましょう。いきなりグライダーか。そこからのちょい跳ねをしての右カーブ、いけ。ちょっとスリップ、スリップ使われましたね。あ、なるほど、そうか、アテネポリスだからこういうコード、なんだっけ、コロッセオみたいなとこ通るわけですね。よし、スリップ使った。今週スリップストリーム5回っていうね、なんかあのミッションも来てますから。おお、ピンポイントで当てて当てられてって感じ。あ、いなくなっちゃった。あ、雷食らわんかった。いいぞ、イエーイ、コイン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 よいしょっと。どこ通るのが一番いいか全然わかりません。今のイランフィーバー来た。よっ、ハーフパイプ、え、見た今の。ハーフパイプギリギリ後半でやりすぎると洞窟の上に行ってコース外れた扱いになります。皆さん、これはいい下見検証でしたね。素晴らしい。おい、下位にいるとほんとこういうことが起こるから嫌なんですよね。危な、今のところでのめっちゃ途切れるな。そうか、俺まだ、そっか、カスタマイズが微妙なんだった。ここどうやって走るんですかね、これ。このコースよいしょ、
あー、上り坂来た。あー、上り坂のきついコインボックス来たね。これちょっと出すタイミング考えないと。あー、コース長いっすね。あと今めちゃめちゃ全く見えてなかったけど、単発コインボックスめちゃめちゃ拾った気がする。はい、ということで大した記録じゃなくて申し訳ないですが下見してみました。はい、ということで、まあ一応ね、他のカップ戦で来ていたこれまでの記録は更新したよという扱いになりました。アクション数107ということで、このコース強化したら得点出そうですよね。うん、僕もなんとかレベル7、レベル6、レベル6ぐらいまで持っていけたらなぁと現状思ってるんですけども、ちょっとどうできるかは分かりません。またね、走り込み動画の方楽しみにしていただければと思います。では、3コース下見終えた段階でのリーグ順位はどうなりましたでしょうか。こちら、はい、ということで9位まで来ることができました。84000点。すごい人が上位にいるのはよく分かりました。今週の上位入賞報酬はブロンズ級カンバーということで、もうもはやよく分からないですけどね、キュウリなのかどうなのかよく分かりませんけども、ジャンプアクション系ということで、いいマシンじゃないかなと思いますので、ぜひ欲しいですね。紫のこの子も手に入るよというところになっております。いやー、なかなか1位は難しいかもしれませんけども、少しでも上の順位に行けるようにまた今週も1コースずつ、走り込み動画出していきたいと思います。ということでトップ画面に戻ってまいりました。今回のトッテンカップの下見動画、参考になったよ、面白かったよ、今週も頑張ろうと思えたよってね、いう風に思ってくださる方、ぜひ高評価チャンネル登録の方いつも通りぜひよろしくお願いします。では、またね、1コースずつ動画出すの今から僕も楽しみにしておりますので、皆さんも楽しんで見ていただけると嬉しいです。今日はここまでにしたいと思います。失礼します。